になった。これ自体はまた効果の数字の違いなんで、ね、ここの読みではそんなに大きく変わらないんですよ、ね、これの場合は実際に112にしてるわけです。すごい。だからなんでしょうね、たまたま、たまたまっていうその理論、宝石理論でたまたま作ったらどんどん変わるんだよ。数字が一致するだけなんですよ。ちょっといろいろ変えてみてるけど、そう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 。きれ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 、うわー、おすごいきれい、わー、おすごいきれい。こっち側にも、すごい、すっごいきれいだわよ。もち動かして。ほら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 。いやー。自然界の理論をそのままで作った時にできるその理論的な数字で今までずっと作ってきたんですね。ただ自然に逆らわないです、でそれでもその月の読みでやってこないんですよ。あー出た、オーブが出た。人間が基本は陽、生きてますからね、陽の存在なので、陽の存在が自然に作ったら陽のものができるんですよ。生まれ生きてるからね、死んだ状態で作ったら多分いいのものが作れるんでしょうね。で、ね、私はあえて、まあ、このようなものでも言葉の言い方で言えば死の状態で作った石碑だよ。それがかぐや満月新月116メーターなんです、ね、でそれが結局その神道でいうところのアウアの神、アトウとワの神に相当すると、すごいですね、阿波の伝承者の中山なんとかさんというのが言ってました、見せた時に。で、那須に持ってきて、その、まあ、ムービーで撮ってるんでしょ。ムービー撮ってます。南エルテ。南合算の神様が降りれないと。なので、百聞は一見しかずですね。写真じゃ分かんなかった。ねあと宇都は犯人、ちょっと本当に撮ってくれない、それこれ送りますよ、送ってくれる、右と左、あ、和が右と左の回転で、16の聞くってやっぱりすごいな、こう根結した時に、その右と左を同一に持つ陰陽合一したのが、まあ、中心、もうちょっと横に動かしてみて、まあ、例えば、まあ、そう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 、あが陽で、うが陰で、そういうのが和合わさってるそう考えてもいいですね。そうですね、いや大島さんこれすごいよ、無駄がないので、そういうのって日本人じゃなくと、まあ、なんですか、狛犬がみんなそうですね、あんで、そうですねおちょっと感動しまくり、本当に。そうするとその2の遊びっていうのはその通常その、まあ、完成されてるって言われてその正56面体をさらに2にしてる、あ、そうです、それが112っていうのもあるんですか、112をだから114とどちらで表現するかに作り手の裁量が任されているけども、でも本当の厳密から言うと非科学的厳密から言うと112ですね。私がもし統一するんであれば全部その2の遊びを削ります。なんですけどもその作って感じた時にそのエネルギーがその参りました、ね、プラスした方がふさわしいエネルギーを持って